はいこんにちはライフイズ校長のヨッシーです、えー、先ほど、えー、2022年の、えー、6月16日なんと卵からひよこがふ化しましたそれで今家を作ったんですけどもこういう感じになってますでこれはですねいただいたあの木の箱をまあ使って 育、えー、数箱っていうんですけどひなを育てる箱を作ったとこですねでこの明かりになってるものが僕が湘南のアトリエで使っていた間接照明ですねこういった間接照明を、えー、メインの家として使ってますでこういう感じになってるんですねでこの奥にいるのがひなですねこの奥にいる な奥にいるこのスポンジみたいなのがひなですあ今動きましたこれえなぜこの電球の間にいるのかっていうと生まれたばかりのひよこっていうのは30度から35度の,あの気温が必要なんですねそこは一番適してますんでこの電気をえこれは1つ40ワットなんですけどこれを、えー 温度の温めるという意味も含めてこれを設置してますそして周りにはノコクズですねこれは木工のあの工房から無料でもらってきたものですそしてひよこは生まれたばかりの1日、2日っていうものはご飯を食べなくても生きられるんですけれどもまその後ご飯を食べるのでこの玄米を 僕は健康に育てたいんで玄米をご飯として与えています。で、あとここには水ですね。で、今はこの僕が作った陶芸の皿で与えてますけど、まあ、今後どうなるかちょっと分かんないですね。で、まあ、こういう形で、あの、まあ、生まれたばっかなんで、かなりあの温度調節が難しいんですね。なので、こういった感じでタオルをかけて、 えうまく30度ぐらいを保ってるっていう感じですまあ実際はその正確にはわかんないですけどまあうまくいくんじゃないかなと思いますでこういう感じですねこういう感じで温める気温が気持ちいいところにヒナは移動してますという感じですえっ、ー、とまあ生まれ 意外と生まれてすぐにピヨ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 言ってたんでまあ気付いて早急にこのいくつ箱を作った感じですねで基本的にこれでいいんですけども一応、えー、外敵から守るためそして温度をさらに温めるためにこの箱を二重にして、えー、重ねておきますそれでは今回は、えー、この動画で、えー ま解説動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。